皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の酒井敦です。今日はなんと2017年12月25日、最終17年最終月曜日ですね。最後の月曜日、年明け18年は1月1日が月曜日なんですけど、すごい最後の月曜日と最初の月曜日がシラバスで始まって、シラバスで終われるという記念すべき日ですが、今日ご紹介する、クリスマスですね。メリークリスマスです。皆さんメリークリスマス。今日は、チョコレートを使ったケーキ、ガトーショコラ、シンプルなバージョンでご紹介します。材料はこちらです。卵黄、卵白、3個3個で分けてますね。その3個の卵黄にきび糖の半分を加えて、で残りの半分のきび糖は3回に分けながら卵白でメレンゲを作っていきます。アラン手伝って。アラン君手伝います。お願いします。では泡立て器でお砂糖を溶かしていきます。2回目のお砂糖を入れますね。お砂糖を入れるタイミングはお砂糖が溶けてツヤが出て、そしてまた加えると。入れたばっかりの時には少しくすんだ色になりますが、混ざって溶けてくるとツヤが出てきますので、でそれから次から次に足していきます。チョコレート、バター、湯煎で溶かしておきました。チョコレートとバターを湯煎で溶かしておいたものですね。ここにココアパウダー、薄力粉、で生クリーム。ふわふわに泡立ったメレンゲの3分の1を取り出して、何も考えずに混ぜてください。何も考えずに混ぜて、また3分の1を取り出して、で最後3回目、型に、型18センチの型です。バターを塗って薄力粉をまぶして準備してあります。ここにチョコレートのアパレイユを流し込んで、空気を抜いて170度予熱しているオーブンに25分から30分ぐらいですね。では盛り付けしていきます。ソースなんか、お好みであればいいかな。本当では、ガトーショコラクリスマスバージョン完成です。では試食します。クリスマスバージョン
可愛らしいですね。酸味のあるソース一緒に。卵の力だけですね、包丁で使わずに、見た目よりも軽くしっとりと仕上がってます。クリスマス25日で、ブッシュドノエルとかショートケーキとかいろんなクリスマスケーキがあるでしょうが、こういったオーナメントを使ってクリスマスバージョンにアレンジすることもできると思いますし、今年はもう準備済みだって方は来年に、こういったデザートのご準備されたらいかがかなと思います。では、2017年もたくさん見ていただいて、たくさんいいねをもらって、たくさん番組登録もしていただいたと思います。2018年は4月1日元旦から、お送りしますので、家族団らん初詣の後にですね、皆さんでご覧になっていただければ、嬉しいです。では2017年はありがとうございました。また来年2018年もよろしくお願いいたします。良いお年を。セボンです。